SF 小説が好きで一人で部室で本を読んでるような子なので、本当裸足と、ね、あのブルーハワイの2人しか多分友達、テーブル友達も学校にいないと思うんですけど、なんかそういう子が裸足組で映画を撮るってなった時に、いろんな男の子とかに声をかけて、もう好きな友達とか好きなことのためなら頑張れるみたい なんかそういう思い切りとか人との距離感の下手くそさだったり、そういうところがなんか愛らしいなと思います。ハマるものにすごくハマるっていうか、私熱しやすく冷めやすいみたいなタイプなんですけど、凛太郎がこう話しかけてもずっとこう本読んでてあんまり聞いてないみたいなシーンもあったりするんですけど、そういうなんかに熱中するともう周り見えなくなっちゃうみたいな、まあ、裸足もそうかもしれないんですけど、っていうところはすごい似てるなと思いましたね。なんかストッパーをかけたりとか、ツッコミ役みたいな冷静な役どころかなって最初思ってたんですけど、その衣装合わせでメガネとそばかすっていうなんか強烈なあのアイテムをもらって、あ、普通の子じゃないと思って、なんかそれがすごい役作りっていうか、そのキャラクターをつかむ突破口みたいになった最初のなんか日でしたね。衣装合わせの日がすごく運動神経が悪いっていう役で、小学校の時の体育のプールの授業にいつもビート板を持参してたから、2人からからかわれてビート板って呼ばれるようになったっていう裏設定があります。なんとか長みたいな、なんとかリーダーみたいな、学級委員長とかも何回かやりましたし、とか中学時代はバスケ部だったんですけど、そういう副部長とか、なんかみんなの前に立つような役割はずっとやってましたね。最初は自然とでしたけど、なんか手挙げる人がいないと手挙げちゃうみたいなとこもあって、決まんない時にとか、でも全然嫌いじゃなかったですね。バスケ部の時にすごい顧問の先生がすごくお世話になって恩師なんですけど、人をまとめるっていうのはなんかいろんな人に寄り添っていくことだぞみたいなことを教えてもらった時に、あ、すごいなんか腑に落ちて、なんかそこから中学それ残りの期間とか高校とかも先生の言葉をずっと胸に、そういうポジションについてたっていうのがあるかもしれないですね。そう見てくださる方が結構いらっしゃって、あの恋をしてたみたいな最後のセリフのところですよね。そこでこう演じてる時は凛太郎のことが好きで、あ、これ恋だったんだっていうセリフは言ってたんですけど、まあ、撮り終わってからとか監督とも話したりして、あ、私のことだったのかなみたいなとか、見てくださった方も、あ、実は私のこと好きだったんだっていう風に見る人もいて、後付けかもしれないんですけど、よく考えたらやっぱり友達がそんなに作れないだけど、裸足だけはそばにいてくれたりとか、そういうやっぱ関係、依存じゃないんですけど、もう大好きすぎるっていうのはあるかもしれないですね。そういう風に解釈してくれるのはすごく面白いなと思いました。本当に楽しい撮影期間だったのでたくさんあるんですけど、やっぱり一番印象的なのはラストシーンですね。で、私たち撮ってる裸足組だけじゃなくて、その場にいる観客の人も巻き込んでああいう展開になっていくっていうのは、脚本読んだ時にすごいこう、まあ、現実的ではないからどういう風になるんだろうと思ってたんですけど、すごくそれは監督の力でもあるし、キャストの力でもある、皆さんの力だと思うんですけど、すごくもう想像を超えるいいものになったなってこう撮ってる時から思ってたんで、二人が盾をしてるのを私はカメラ越しにこうやって見てたんですけど、その時の二人の気迫とか、もう体育館全体の空気とかはすごく印象に残ってますね。前は教養がある人、なんかいろいろ自分が知らないことをすごく教えてくれるような人がいいなって思ってたんですけど、結構でも好きになった人が好きっていう感じですね。一番好きな俳優さんは森山未來さんで、俳優っていうか表現者って感じですけど、なんか生き方も含めて大好きです。大丈夫いつも言い聞かせてます自分に。結
結構そうですね、もうなんか万年ダイエッターみたいな感じなんですけど、まあでも痩せることが正義みたいな風には思いたくないんですけど、結構食べるものから体ができてるっていうのは感じますね。あとジムに通ってます最近は。舞台を見ること、演劇とか、まあでもよく行くんですけど、やっぱり一番好きだなって思いますね。もうここに劇場来るために生きてるわって思っちゃいます。とサマーフィルムに乗ってという映画なんですけど、本当に、まあ、好きなことに熱中していく肌しちゃんだったり、みんなの姿が見れると思うんですが、もういろんな世代の方がそれぞれ自分の好きなことをやろうっていうきっかけになったりとか、そういう自分の過去とか思い出したりとか、未来今から始めていくって思ってる人とか、いろんな人にポジティブなパワーを与える作品だと思うので、ぜひ自由に楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。私たちで映画作ろう。カッシング遠くすぎてね、時代劇作ろうよ。お前のこと好きだな。映画部の毒サル青春キラキラムービーなんか葬り去るぐらいの傑作時代劇を作ろう。猪野太郎、うちの青春の主演です。はぁ、だから出ないですよ。この夏の間だけみんなの青春私にちょうだい。よーい、スタート。あ、見切れてる。勝った。私たちあんたらに負けない。絆見せてこな。じゃあやってみますか。キープ、キープ。映画ってさ、スクリーンを通して今と過去をつないでくれるんだと思う。うん。タイムマシン。凛太郎はそっちにいちゃいけない人間だから。曖昧な言葉探す。映画撮りましょう。意味ないじゃん。意味なくない。勝負しようよ。俺が絶対この映画を未来に残してみせます。映画撮るんだよ。